グリーンマイルはスティーブン・キングが1996年に発表した1932年の大恐慌時代の死刑囚が収容されている刑務所を舞台とするファンタジー小説。アメリカではネタバレを防ぐために6冊が毎月1冊ずつ6ヶ月連続で刊行され話題となった。20世紀末60年前の出来事を刑務所の監視主任だったポールが回想する形で 物語が始まる。1932年、アメリカの刑務所、死刑囚官房で監修を務めるポールのもとに、一人の大男が送られてくる。双子の少女を強姦殺人した罪を持つ死刑囚、ジョン・コーフィは、その風貌や罪状に似合わないほど弱く、繊細で純粋な心を持っていた。これと、同時期に、知事の妻の多いであるパーシーが監視となり、傲慢な態度で、 他の監視たちから嫌われる存在になる。ある時、コーフィは局部を掴んだだけで、ポールの重い尿路感染症を治してしまう。彼はその後も、パーシーに踏みつけられ、瀕死の重症を負わされたネズミの命を救い、これを見た監視たちは、彼は、その不思議な力を神から授かった特別な存在なのではと考え始める。同時にポールは悩む。コーフィが電気椅子に送られること。 それを行う自分たちは大きな過ちを犯しているのではないかと。しばらくして、ウィリアム・ウォートン、通称、ワイルド・ビルという凶悪な死刑囚が送られてくる。コーフィは、刑務所所長の春の妻、メリンダから吸い取った病気をすぐに吐き出さず、パーシーに移した。パーシーは、錯乱状態となって、ウォートンを重殺し、間もなく、精神病院に送られた。 それからコーヒーは、ポールの手を取って、双子の少女の殺人事件の真相を伝え、ポールはウォートンが双子の少女を殺害した真犯人だったと知る。しかし、コーヒーの冤罪を覆す証拠は存在せず、死刑執行が決定される。ポールたちはコーヒーに脱獄を進めるが、世界中で今も愛を語って人が殺されている。毎日のように、 世界中の苦しみを感じたり聞いたりすることに疲れたよ、と言いコーフィはそれを拒否して死ぬことを選んだ。数日後、コーフィは電気椅子に送られ、ポールの手で処刑された。その後、ポールは108歳になっても健康なまま生き続け、ミスター・ジングルスも60年以上生き続けていた。これはコーフィから与えられた力によるものだったが、 ポールは自分がコーヒーを処刑したことで神から罰を与えられ、家族や友人全員より長生きすることになると信じている。そして短命であるはずのネズミのミスター・ジングルスの異常な長寿ぶりから自分が死ぬのは遠い先のことだろうと考えている。形式としては主人公のポール・エッチコムが1992年に老人ホームで友人のエレインに60年以上前の 話を聞かせるといった形となっている。主な舞台は改装の1932年だが、この時代はコールドマウンテンの刑務所においていまだに死刑に電気椅子が使用されていた時代であり、また、教皇時代で多くの人が就職難に苦しんでいたため、職を失うことを現代よりも恐れているといった設定になっている。事実、 コールドマウンテンはノースカロライナ州に属する都市だが、ノースカロライナ州では電気椅子による死刑は廃止されている。グリーンマイルは1999年のアメリカ映画。ジャンルはドラマ。上記の小説を原作とする。トム・ハンクス主演。フランク・ダラボン監督。2000年のアカデミー賞では、音響、脚本、作品賞、マイケル・クラーク・ダンカンは、 アカデミー助演団優勝にノミネートされた。日本での公開は2000年3月25日。ダラボンは映画化に際し、8週間程度で原作から脚本を執筆している。撮影はカリフォルニア州ウェイストハリウッドのワーナーハリウッドスタジオ、テネシー州シェルビービル、ノースカロライナ州ブローウィングロックで行われた。横編ではスティーブン・スピルバーグが途中でこらえきれずに、 4回号泣してしまったとコメントしていた。映画版は時代設定が1999年現在であり、回想の主な舞台は1935年になっている。また、原作に登場するブラッド、アーサー・フランダースは登場しない。ロッテントマトズでは132件のレビュー中80%が本作を支持し、新鮮保証印が付けられ、平均点は6.8。 となったメトクリティックでは36名の批評家レビューに基づいて61点となった。ロジャー・イーバートは4つ星満点中3つ星範囲を与え、映画は3時間以上の長いものです。これによって何ヶ月間、何年間もの刑務所の時間を感じることができたことに感謝していますと批評している。2017年、日本で蒸気小説を原作として、 世界初の舞台化。主演は、加藤茂明。2017年9月30日から10月22日、東京グローブザ2017年11月4日の11月8日、京都劇場上演台本、演出、瀬戸山美咲。ありがとうございます。